ドラッグスター250の紹介動画です。2011年モデルの白色のドラッグスターですね。まあ、白とは言っても、まあ、よく見るとカメラじゃ伝わりにくいかな、ちょっとクリーム色っぽい、ホワイトですね。カスタムの方なんですが、ハンドル交換ですね、されております。ハリケーンのハンドルで、ノーマルよりもだいぶ、絞った形状で、高さもちょっとありますね。横からはこんな感じ、はい、ノーマルのハンドルだと結構幅が広くて、こうクラシックな感じが非常にあるので、ちょっとカスタムしてクラシックっぽくない車両がいいなという方はいかがでしょうか。あとはホイールのリムのあたりですね、結構この辺もサビが出やすい場所なんですが、はい、まあ、全く、サビがないわけではないんですが、比較的綺麗な方かなと思います。はい、あとグリップですね、はい、こちらあのスポンジ製に変えられてまして、若干こう劣化が進んでるような感じはしますね。はい、はい、低走行のドラッグスター250、お探しの方いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。